いやもう本当にめちゃめちゃ嬉しかったし、ありがとうボーロンみたいな。非常开心，谢谢波浪，对不对？就波浪前面比较低潮一点，监督有一直看他的比赛，就是从春训这样在关注一下。まあワンボロン選手もそのキャンプの時からとかあのオープン戦の時から不調もあったんですけど、その時の試合とかは見てましたか？試合は見てなかったんですけど、ボーロン打たないなって思ってました。他是没有看比赛，但是他就是有看到文字，就是好像都没有打出来。ボーロンでもあの本当に日本でもいろいろ苦労しながらバッティング改良しますけど、なんかやっぱりそういい経験になってます。但是他也想问ボーロン選手，就是在日本也是有一些。就是辛苦的地方，或者是在改造打击姿势的部分，那这些也都是现在的养分嘛？我觉得一定是啊，因为就是刚好借由热身赛，借由春训这段时间来调整。そうですね。キャンプとかオープン戦とかを気にして調整してます。あの、まあ僕的には、本当にボーロンがすごい力あるのに、日本でなかなかボーロンを活躍させられなかったっていう、なんていうのかな、本当申し訳ないっていう気持ちもあるし、それをなんかああいう形でね。戻ってきて結果今年すごい成績残すのでそれを祈ってますし、ああいうスタートが取れると嬉しいです。那他对于因为他也认为博龙选手是非常有能力的，但是他没有办法让博龙选手在日本职棒有好的表现，他也是有一点抱歉愧疚的心情，但是也是有这样的机缘然后回到台湾打球，他是相信今年的成绩一定会非常好，他也是祈祷也是期待汪博龙选手可以打出好的成绩。那伯伦最近也很厉害，这就立山监督来说，马上打全垒打给他看。因为赛前的时候有遇到立山监督嘛，然后有跟他拥抱一下，那也是他带来给我的一个运气，非常感谢。昨天栗山監督が来たらもうホームラン打ったっていうのも、昨日の試合前のハグもおかげです。本当ありがとうございます。真的谢谢。那今天主场开幕战之前，是不是还要再拥抱一下的？じゃあ今日の試合前にもう一回ハグします。もちろんです。当然この会見が終わったらハグして今日は2本ちゃんと打ちます。今天这个记者会结束之后他就抱一次然后就可以打两支全垒打。期待吗波龙？压力很大。結構プレッシャー感じます。